あえちゃんです。このチャンネルがね、いいなと思ったら、高評価とコメントしてくれるとモチベにつながるんで、今年中にね、チャンネル登録者1万人目指してるんで、よろしくお願いいたします。ということで、今回のね、最新情報について話していきたいなと思います。まあ、最近ね、最新情報について、まあ動画上げてなかったんですけども、まあ久しぶりにね、最新情報ということで上げていきたいなと思います。まあ今回ね、フェス限予想ということで上げたと思うんですけども、まあドフィー来ましたね。あとシュガーちゃん来たんですけども、まあドフィーは的中したんですけども、まあ、シュガーちゃんも来ましたっていうことで、まあドン・キホーテファミリーっていうことで、結構まあああいう感じでガチャ来た後、こういう風に来るんだなっていう感じだったと思うんですけれども、なんか今月来るフェス限っていうのが、ヤマトじゃないっていう噂があるんですよね。俺ヤマト来てもおかしいんじゃないのかなと思うんですけども、リーク情報の方にはヤマトとかマルコっていうのは出てるんですけれども、なんでヤマトじゃないんだろうなと思って、まあ、トレクルとかさ、来てるのにさ、あとサウストとかも、ヤマトが来てるみたいなんですけども、まあ、バウンティーがまあ若干遅れてる感じなような感じはしますね。まあ、今月なんかフェス限で来るって言われているのがですけれども、ベルゴとモネが来るっていう噂があるみたいなんですよね。まあ、ベルゴのイメージとしてなんですけれども、ベルゴって無双がすごかったよね。武装の黒いもうガッチガチみたいな感じで、なんか昔、ロウ君がいじめられてたみたいな噂があるみたいなんですけれども、まあ、ベルゴが来るって噂があるので、まあ、ちょっとベルゴね、強さ的にはちょっと期待してるんですけどね。で、あと、モネ。雪雪だったっけな？確か身が。まあ、簡単に言うと、青生地の、まあ、上位互換で言うと下の方になるんですけれども、まあ、モネは結構、ディフェンダーに向いてる青属性じゃないのかなと思ったりもしますよね。モネって意外と結構、パンクハザード編で見ると、結構スキル強そうに見えるんですよね。こう、鎌倉の中とか、あれ結構カチカチなイメージもあったりもするし、なあ、モネも結構期待できるキャラなのかなと思いますね。で、皆さん、今月ベルゴとおそらくモネが来るって言われてるんですけど、どう思いますか？ヤマト来てほしいんですよね、やっぱり。で、3周年でヤマトの獣人化来てほしいなと思ってるんですけど、もしそれが今回フェス限がモネとベルゴだったりすると、じゃあ来月ヤマトとかは、マルコが来るのかなって結構遅いよな。ヌメメさんヤマトを来た方が多分売り上げとかも含めて上がると思うんだよな。ベルゴとかモネって結構そこまで需要があるかって言われてしまうと、フェス限として需要ないかなと俺は思ってるんだよな。もしかしたらね、フェス限じゃないかもしんないですし、普通の新キャラとして登場する可能性もあるかもしんないですよね。工場キャラとして。まあ、それどっちかちょっとわからないんですけれども、まあ、この二人が今来るっていうことでリーク情報が出ておりますっていうことで、めちゃめちゃ楽しみでございます。で、まあ、ベルゴとね、仮にモネが来た場合なんですけれども、まあ、スキルが強くて、まあ、特性が強かったら、まあ、引いてもいいのかなと思いますけども、まあ、推しキャラとかみんなあると思うんですけど、もう全然モネとか、まあ、モネは可愛いからいいかもしれないけど、ベルゴ人気なくねえか多分ないと思うんですよね。で、やっぱり人気があるっていうのはヤマトとかさ、マルコとかそういったね、もう人気キャラクターの方がもうやっぱガチャ引きたくなるよな。例えば鬼郎とかさ、あとはサンジ君のレイドツーツとか、あとゾロ君とか、もうほんとそういう人気のあるキャラは引きたいと思うんですけど、もうベルゴとモネ、ちょっと引きたいと思わせないんですよね。わかりますよ、この気持ち。まあ、今回はさ、新しくドレスローザっていうことで、若ドフィーほんと欲しいんすよ。もう欲しいんで、もうおまけで、もうやっぱり我慢できなくてまた引いちゃったんすよね。まあそれも後で後ほど見て欲しいんですけれども、やっぱりこうやって、フェス限、もっと人気のあるキャラを出せっていうことで、まあ工場キャラだったら、まあ見送りしますっていうことで、皆さん、フェス限今月は何来ると思いますか？ぜひぜひね、コメントで教えてくれると嬉しいです。ということで、
このチャンネルがいいなと思ったら高評価とコメント待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。昨日シーズン終わったと思うんですけれども、まあ、シーズンが終わって少しダイヤが増えたんで、もう単発で引きまくりたいなと思っておりますということで、もうさ、演出がいつも悪いんですよね。もう本当に演出がいいことを祈ってるのに、またさ、この演出だからもう本当にありえない。で、本当いつも演出悪すぎ。頼むよ。お、いいよ。いい感じ。おー、待って。いい感じ。黒ー、まさかの黒ー。32、14。いや、待って。最後、引きがあれば。いや、マジかよ。ふざけてんな。いや、これ本当に、運営、俺の確率今回どうなってる？過去一悪いぞ。また、結構運が悪いですね。もうさ、出ないとわかるよね。ここまで来るともう出ないと思っちゃうからもうダメだな。もうやばいやばい。あとちょっとしかない。やばい。これ、ちょっと待って。うわぁ、もうなえる。ちょっと運営、何してくれてんねん。ちょっとお金、ちょっとだけチャージしてきます。はい、ということで、ちょっとだけチャージしたんで、引いていきましょうか。あと3回引けるチャンスはまだ残っている。お、の応援もマジかよ。もう全部ダメじゃん。ねえ。あと2回頼む、来てくれ。お、いい感じ。1個目、いい感じ。もう、高ろ。なんで、ヒグマなんだよ、マジで。ヒグマいらないから、マジで。ウソップ、フランキー、いい感じ。ねえ。何？お前かよ、ヘルメットかい。